襲名2日前に市川海老蔵、約8年ぶりのオールナイトニッポン。2022年11月に13代目市川團十郎白猿を襲名する歌舞伎俳優市川海老蔵さんが、2022年11月5日に日本放送市川團十郎のオールナイトニッポンプレミアムでパーソナリティを務めることが10月6日に分かった。海老蔵さんは11月12月に東京歌舞伎座で襲名披露興行を控えている。オンエアは襲名披露興行が始まる11月7日の2日前にあたり、襲名の心境や襲名披露公演に向けての思い、今後の抱負などを語る。パーソナリティを務めるのは2014年の市川海老蔵と三池崇史のオールナイトニッポンゴールド以来約8年ぶり。ゲストに女子レスリング、オリンピック3連覇の吉田沙保里さんが出演し、2人が初対談。トップを極めていくために大切なこと、次の世代や子供たちに伝え継承していきたいことなどを語り合う予定だ。ブログ読者からは、海老蔵さんのオールナイトニッポン聞いてみたいです、今から楽しみにしてます、すごい方同士の対談楽しみです、などのコメントが寄せられている。オールナイトニッポンプレミアム、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。